はい。こんにちは。こんにちは。フィリピン在住歴7年の町田です。はい。フィリピンに来て2年間で5回来ました、竹村です。竹村さん、はい、ご結婚おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やりましたね。長い旅でした、ね。旅でしたね。何年、さっき言ってた、はい、もう1年以上経ったんですかね。そうですね。来月2月27日に結婚しますけど。ああ、すごい。はい、めでたい。ありがとうございます。はい、出会ったのが、1年半前の11月ですね。うん、いやー、いろいろありましたよね。そうですね。もう最初は、まあ、日本も同じなんですけど、うん、まあ、やりとり。まあ、僕、日本にいて、彼女は、まあ、いわゆる日本を知らないフィリピーナと言いますか、うん、で日本海外の人を知っているフィリピーナっていうのと、うんうん、また全然そういう接点のないフィリピーナって分かれると思うんですよ、ね、分かりますね。で特に今回、うん、今回って言ったらあれですけど、僕が知り合ったマージョリーさんは、はい、まあ、日本のことをほとんど知らない、うん、むしろ、まあ、アメリカナイズされてると、はいはい、うん、そういう英語を喋る国じゃないですか、うん、だからどっちかというと英語圏に興味のある人だったので、うん、日本っていうのがそんなに関心がなかったので、うん、なるほど、最初のやり取りから、うん、やっぱりまあ英語ができないと最初は本当厳しかったんです、うん、そうですね、はい、言語はでかいですよね、はい、なかなか今もそうですけど、はい、やっぱり辞書で調べながら、うん、コミュニケーションを取っていますね、はいはいはい、はい、ということで、この動画は周りにフィリピン人の人がいて、これから結婚したいとか付き合いたいとか、まあ、そうじゃなくても友達でもっといい関係作りたいっていう人のために参考になればと。あ、私もフィリピン人の妻がいましても結婚して2年になりますので、あるあるネタを共有していければと思っています、はい、ということで付き合う前、はい、これは日本とは違うなっていうのありましたか？そうですね、まあ、日本人同士もそうだとは思うんですけれども、うん、イメージとしては日本人の約2倍ぐらいのスピードのやり取りは、うん、量、そしてスピードのやり取りはあると思います。連絡の携帯とか、ね、そうですね、うん、連絡を返信するスピード感だったりとか、確かに、まあ、例えば、まあ、よく日本でよくあるのは、まあ、働いている2人だったら、うん、お互いの休憩がお昼時間、うん、まあ、当然会社が違いますので、大体お昼時間にやり取り、朝起きてやり取り、はい、お昼時間にやり取り、うん、で仕事終わってやり取り、はい、まあ、これぐらいですけれども、はいはい、フィリピン人の場合は、うん、まあ、感覚ですけれども、はい、仕事中もそれなりにやり取りしておかないと、そうですね、いけないのかなとは思いました。フィリピン人結構職場でも携帯いじってショートメッセージ送ってますからね。そうですね。スーパー行っても、レジのお姉さんが、僕が並ぶ直前まで、うんうん、YouTube なのかメールなのか、なんかやってますよね。あるあるですね。あるあるです。あるある見てましたね。携帯みんなひたすら仕事中触ってますもんね。そうですね。あれはすごい。あるあるです。あるあるです。特にレジを打ってる方は、はいはい、それが仕事なので、うん、レジ打ちしてますけど、はいはいはい、例えば SM モールなんか行くと、うん、もう一人従業員ってこう袋に入れる従業員います、います、はい、なんかは、うん、そのレジ打たれた商品がたまるまでは仕事ないので、うん、そうですね、ギリギリまでやってますね僕が、まあ、お客さんが目の前にいるのにまあ、まあ、ギリギリまでなんかやってます ね自分の仕事が来るまでだね自分の時間使えるそうですねあるあるですね、まあ、それを考えると、ええ、日本人同士とはちょっと違う、こう、うんうん、やっぱりやり取りは多くなければ、うん、日本人からすると飽きられちゃうのかなっていうのは、うん、恋愛の場合はそうですね。やっぱりそうですか。そう、コミュニケーション取ってないイコール愛がないって捉えられるんですね。そうですね。そう、日本では別にね、相手のこと邪魔しないようにとか考えますよ、うん、こっちは邪魔よりも、とにかく連絡して、私のことを気遣って、俺のことを気遣えなので、まあ、特に男から女の方に送んなくちゃいけないっていうのはあるみたいです。ああ、そうですね。確かに、うん、やっぱり今でも言わ、これもあるあるかもしれないですけれども、はいはいはい、うん、例えば今言われるのは、付き合った頃なんかは、うん、
あなたはもっとメールくれてたと言われます。あるあるですね。あるあるですね。あるあるですね。あるあるですか。まあ、僕の場合はもう最初からちょっと本当に忙しいから日本の文化を説明して日本は違って、ね、ちょっとこっちの方分かってるけど申し訳ないけど仕事中は我慢してねと伝えて、まあ、我慢してくれましたけど、未だに言われます。あの時は辛かったと。そうですね。そうそう。それもあったので、付き合うまでといいますか、うん、まず仲良くなるまでが、非常にこう、うん、日本人にとってまず英語という壁がある、ね、ありますね、うん、あとそのやり取りをする捻出の時間、はいはいはい、この2つを難なくいける人でないと、うん、なかなかフィリピーナという、うん、大きな壁には、はい、当たっていけないのかな。確かに。そこ面倒いなってなったらちょっと難しいかもしれない。そうですね。そうなると、早く撤退した方がいいですね。フィリピン人は。確かに確かに。重いなーって、日本人だったら必ず重い部類に入る。部類に入ってきますね。とこをね、楽しめるか、ね、それでもいいって思えるかどうかって大事ですね。恋愛においてはね。はい。結婚もそうです。うん。で、付き合うにあたってまた日本と違うところもありますよね。告白して、はい、付き合えたと思ってたら、はい、そうでなかったパターン。ありましたね。特に僕なんかは、知り合って、そのまま日本に帰って、はいはい、日本で仕事をして、うんうんうん、まあ、いわゆる日本人の日本での生活が、はいはい、そこにフィリピン人の女性という、まあ、関係が入ってくるので、うんはい、次、やっぱりフィリピンに行って、うん、また共に時間を一緒に過ごして、相手を知ってっていう近づき方しかできなかったので、うんうんはい、やっぱり次行くときは、行く、そして向こうも迎えてくれるんであれば、うん、付き合う前提として僕は行きたかった。そりゃそうですよね、うん。お金払って時間使ってね。そうです。会いに行く。会いに行くわけですから。うん、なので、うんまあ、今の自分とのやりとりを楽しんでくれていて、はいはいはい、自分のこといいと思っていたら、うん、そのつもりで行っていいですかと、はいはい、聞いたんですよね。はいはい、そしたら、まあ、もちろん日本人もそうですけど、うんちょっと考えさせてほしい。まあまあね。考えさせて、はい。でもあなたが来てくれるのはウェルカムである。ウェルカムと。そう言ってくれてる以上は、はい、まあ、一旦は、ダメだという壁は乗り越えれてますので。うん、ですよね。なのでもう来ちゃいましたね。はいはいはい。ノーじゃないんですよね。ノーじゃないんです。興味あるってことですよね。はい、で、実際やっぱりその、まあ、じゃあ行きますってなった時は、うん、その二人の共通の楽しみの日になりますので。はいはい、なりますね。そこに向かってまた、うん、まあ、熱々、ラブラブなトークが。そんなさっきのね、携帯のやりとり。やりとりが、さらに増していく。増しますね、まあ。日本人でもよくある、どういう食べ物が好きだとか、休みは何をしてるかとか、うん、友達とは遊びに行くのかとか、うん、どんな料理、レストラン行くのかとか、はいはいまあ、そういう話で盛り上がっていくわけですよ、ね。なるほどね、まあ。そっかそっか。日本の恋愛もそうですけど。うんはいはいはい、でいざ、会いました。はい。結局、よく出会った翌月に、翌月に、またダボーに来てたわけですけど、会って、お互い、その時はもう、お互いに関心がありましたので、うんうん、思い切って手を握りました、おお。で、向こうも、嬉しく感じてくれていたみたいで、はいはいはい、いい感じですね。じゃあ、これで付き合えたのかと。思いますよね。思っちゃいました。日本ならね。日本ならなんです、ね。で、そこから、こう、日本人の、付き合って、てるんだからという感覚のもと話していくのと、はいはいはい、向こうとな微妙にこうズレが生じるんです、はいはい、ズレできますね、なんかこう付き合ってるんだからそうそうそう旅行こうよとか、うん、で日本人は思っちゃうんですけど、ねうん、なぜかなんかこう、うん、いけないというか、はいはいはい、で僕はこれは何なのかなのかとよく分かんなかったんですけど、はいはいはい、だって付き合ってるじゃん、付き合ってるなってたんですけど、よくよく聞いていくと、うん、親と会ってほしいという日がなんか入ってくるんですね、早急に。それまだ結婚の前ですからね、ま、前ですね、付き合うさらに前です、前です、ね、そうそうそう、そこで親に、親にっていう、日本じゃなかなかないですよ、ね、なかなか。いきなり親なんだそうです、ね。まあでも、こっちも訪問してますし、はい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 、まあもちろん相手の親とかでもいいかなって話だったんですけど、うん、まあ、言っても親なので緊張します。それはしますよね。うん、で、まあ実際会って、うん、こういうつもりで彼女とはお付き合いさせていただきたいんですが、うん、よろしいでしょうかという話をするように、うんうん、会う1時間前から彼女から仕込まれました。レクチャーだった、ね。レクチャーがありました。親にそこで僕は、親と。親と。あれ
付き合ってるのに許可取りに行く、うん、どういうことなるほどってなったんです。はい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 。けどやっぱりこういろんな日本人で、うん、こっちに住んでる方に聞いていきますと、うん、2人の関係が付き合ったっていうのは付き合ってないっていう、うん、親に初めて許可を得て、ね、付き合えるという、はいはいはい、ことが分かりましたので。そうですね。結局月、うん、誤解した月、誤解の上で付き合ってる時間が3日ほどありました。付き合ってると思ってたけど、実は付き合ってないっていう。そうです。3日間。そうです。で、親も もちろん、親を呼び出すわけなので、うん、ご飯も当然、ご馳走するという。ご馳走するっていうね。この文化といいますか。そうですね。そこで許可を得れましたので、うん、で結果的に付き合うということが勝ち取れた2回目のダバオ旅行です。はいはい、素晴らしい、はい、その付き合う前のっていうのは実は人によってやっぱり違うっていうのもあるみたいでして、はい、割と保守的な家庭、あとはまあフィリピンの人ほとんどキリスト教なので、その宗教の考え方の違いとか、うん、うちはもうガンガンのクリスチャンなんだからそんなはしたないことはダメっていうような硬いところはやっぱりそういう形式を重んじる、うん、まあ、そうでないとこもまあ多分あると思うんですけど、まあちゃんとしたとこのっていうとあれですけど、もう大事に育てられてきたクリスチャンの家庭っていうところの女の子はやっぱりそういうきちんとステップ踏んでほしいってところが多いように思いますね。そうですね、うん、だから付き合うと ここ日本人の感覚として、うん、自分たちの関係で完結しているというのが、うん、やっぱりクリスチャンの国なのか、うん、それを前提に考えない方がいいですね。そうですね。その相手の親を含めた上での許可の上で全てが進んでいく。それすごい大事です、ね。うん、まあ、日本も結婚前はね親に挨拶しますけど、こっちはやっぱ付き合うと簡単に子供ができちゃうというのもあるので、結構親がやっぱ可愛い娘のほど守る、うんうん、だから自分にしっかり挨拶して、あ、この人だったら、うん、まあ娘任せてもいいかなと、もう結婚より前の付き合う段階で、うんうん、ね、そういう試練が、男にとっての試練がありましたありますね、はい。ということで、はい、今日はこれぐらいにして、はい、また今後も皆さんの役に立つようなフィリピンの、はい、まあ、ちょっと恋愛系に重きを置いたようなあるある情報を発信していければと思いますので、はい、たくさんありますので、はい、お楽しみにしてください、はい、ではではまた。